はい、メリークリスマス。メリークリスマスですね。です。で、今回は？これですよ。アナログゲームですよ。はい。今集めてるんですよ、ずっとアナログゲームを。うんうんうん。それでですね、うん、ある日ある日のキノコ、ね、ある日日のキノコね。キノコですね、はい、まあ、どうしても手に入れた家を見つけてしまったんですね。はいはいはい、あのヒュフフ動画で、ヒュフフ動画ね。そうですそうです。なんか笑顔みたいな感じの。そうです。はい、だいぶにっこりしてる動画で。はい。にっこりしてる動画を漁っていた時ですね。はい、YouTube でそっちの民なんで。そうですよね。N の民ね。そうですそうです。その時ですね、見つけてしまったこのゲーム、はい、でも手に入れられなかったんですね、キノコには、うん、その現地に買いに行くこともできず。現地じゃないと売ってなかったの？なんか通販があったはずなんですけど、うん、その動画を見た時にはなかったんですね、もう、うんうんうん、それでまあ次現地で売ってるぞってなったんですよ。現地に行けなかったんですね、自分は、うんうん、まあ、無理なんで、うん、悲しかったんですよね、自分は。どんなに探してもないと。あ、もう探し続けて、うん、やっと見つけた、うん、このゲーム、クレイジーウィザード。ウィザード。なんか魔法使いがいますけど。そうです。アリシヒの自分はルールも全て覚えていた動画で。うん。だがもうタイトルしか覚えていない。欲しいなりにはルールをしていたんだよね、当時は。そうですね。ちゃんと知ってました、全部。うんうんうん。詳しいルールを全て忘れましたね。どういうゲームかは覚えてましたけど。なんか、面白そうだなで買ってしまったわけですか。面白かった。そうです、そうです。面白いみたいな。大丈夫、めっちゃおもろいやんけみたいな。はい、まあ、今だいぶ赤くなってるんで。今そうですね、ちょっとクリスマスではしゃいでだいぶねお酒回っているキノコさんですけど。そういうことですね、はい、これをねやっていこうで、はい、2人のゲームやったことは確かなんで。対戦です。対戦型ね。そうです。開けちゃった。ああ、次説明書。はい、これを見ておもろすぎますね。天気を先にね。天気が先に落ちた。はい。ああ、こっち側ですか。ブジブジ。なんか。じゃ。絵柄が面白い。ザパック。ね。英語では読めないっす。よく私解読していってます、ね。まあもうこれで英語ゲームできますね。説明1。ほう。アクションカードを。Whose face is attack card? アクションカードはアタックカードの要素と後ろ面がディフェンスカードになってます。アタックは黒色、ディフェンスは白色。Decide attacker, depend of first turn by なんだって Papers on あ単性アタックの人はアタックのカードを出して、ディフェンスの人はディフェンスの人のカードを出すと。ほうほう。杖でつく。こっちがアタックか。アタックはローマ字か。ちょっと見る。ね。で、こっちが多分ディフェンスか。で、多分この場合だったら、こうか。これこうなったら A と7、A の7みたいなカードを引くってことでしょ。そのケツなんだ。結果を見てなんとかみたいなことでしょ。そういうことです。A の 7? A の7って。だから杖で叩く。プルテンパ？プルテンパですよ。わかんないですけど。ですと、A の7のカードを今用意しております。あ、A の7。そしたら多分この A の7番を見ろってことでしょ。で、多分、そしたら何？見えね。疾風の攻撃、ダメージ3って書いてある。で、くらって、ああ、なるほどね。それですよ。HP20。ダメージ3くらうってこと？そういうことです。で、これを0にしたら勝ち的な感じ？そういうことじゃないですかね。これが全然説明英語で読んで適当に把握しただけなんだけど、こんな適当なことあるかい。こんな感じでしたよ。じゃあそういうことで、まあ、日本語で見ましょう。バカでしたね。あの、意味が分かっても理解できない。単語の意味が分かっても理解できない。以下の3種類の魔法が決まった場合、特殊魔法カードによってダメージが決定します。ゲロゲロ、相手を怪物にしてしまう魔法は、魔法を受けたプレイヤーはゲロゲロカードの山を取り、よく切ります。これじゃカエルマークカエルマーク ABCD ですね。なるほど、カエルよく切ります。続いて魔法をかけた側がカードを1枚めくっていきます。魔法解除のカードが出たら終了。攻撃が終わったらカードを元の場所に戻し、
て次のターンに移行します。脱ぎ脱ぎ相手の服を弾き飛ばす魔法、恐ろしい。弾き飛ばすんですか、書いてある。パワー、お前が好きそうなこと書いてあるよ。見えすぎじゃないですよ、そんなハレンチなの、うん、あなた好きで買ったんだよね、ルール把握して面白いと思ったんだよね。脱ぎ脱ぎで買いましたね。脱ぎ脱ぎ原因じゃねえかよ。やっぱそういうの好きじゃねえかよ、お前。爆笑しました。やっぱりそういうのが好きなキノコさんです。魔法を受けたプレイヤーは脱ぎ脱ぎ、脱ぎ脱ぎカード。あ、同じね。どれか、これか。これっすよ。これなかなか、これなかなかワイルドな絵柄だけど。ピント合うか。ほらね。出た時の楽しみっすね。見ないけど、なかなかワイルド。これも同じか。タイルと同じで、魔法を、これをめくれと。かけた側はね。で、最後。プルテンパ。何が起こるかわからない謎の魔法。魔法を受けたプレイヤーはプルテンパカードの山札をよく言います。どれプルテンパ。あ、これがさっき、なんかさっきプルテンパであったんだ。これね、プルテンパカードの山札をよく言います。これも同じか。1枚だけオープンして指示に従います。これは1枚だけなんだね。こっちは魔法が解けるまで、カエルさんたちは魔法が解けるまで使われるのね。パニッキーが取り付く。2人のウィザードはパニッキーという森の妖精を操ることができます。これを相手に取り付かせると相手は混乱状態になり、しばらくの間魔法が使えなくなります。パニッキーに取り付かれた場合、プレイヤーは混乱カードを手元に置き、2ターンの間魔法括弧パニッキー攻撃が使えなくなります。え、またこの間ダメージを受けると、ダメージを受けるごとにカードに記された追加ダメージが加算されます。混乱カード、違う、混乱カード、混乱カードは1ターン目はターン1と記されている側、2ターン目はターン2と記されている側を使用します。こんな感じで、まあ、早速じゃあね、果たしてこのピントが合わねえ中でどうなるかわからないんですけど、やってみましょうということで、ノリでやってみます。ちょっともうちょっと高さを下げた方が見やすいんですかね。これぐらいですかね。はい、というわけでじゃあ試しにやってみればいいんだね。そういうことです。これが20、これカウンターマーク。大丈夫、酔っ払い。余裕っすね。チャージしてきますね。うん、先ほどチャージしてる。1、2、3、4、5、6、7。これが7枚ね。紫側が防御。防御。白側がアタック。うん。じゃんけんして、先制攻撃を決めて、その結果をどんどん見ながらライフを20減らすということですね。うん、じゃんけんをして先制攻撃を決めなきゃいけないです。待って、どこ手出てる。最初はグー、じゃんけんぽん、あいこでしょ。お、きなこさん先生。先生、攻撃。攻撃でしょ、心防御な。うん、なるほどね。ちゃんと見ましたよ、初めて。どの術が使えるのか。ほうほう。オッケー。文ゲームに近いね、初見だときっと。まあ、決まりましたね、自分は。オッケーです、決めました。オッケーです。自分のせいで。はい、じゃあ、いいよ、合図して。せーの。ドン。ドン。爪で叩く。スケルトン。映ってる。映ってるね。透明になってる。そう。俺はスケルトンで、キノコが杖で叩く。そうです。で、A と5だから、A の5を引く。まずは物理ですよ。まずはスケルトン気になるじゃん。スケルトン最強じゃない ?A の5。ちなみに、一応こうカードを見せたいんだけど。見える、これとかね。そう、スケルトンと杖でつく結果 A の5だって言ってんで、めくります。これめくったらこうなんか書いてあるでしょ。そうじゃないですか。ドン。ドン。どうなってますか。何これ、同様にって何、同様って何、相手が見えないって書いてある。同様はダメージではないってこと。そうじゃないですか、普通に。同様にって何、なえ、同様には同様にってこと。なんかただただ動揺してるんですよ。ああみたいな感じ。ダメージではないの。2位だけ動揺したんですよ。俺だけ2位だけ兄だけ。違いますよね。動揺してるの自分じゃないですか。そうだよ、そうだよ、そうじゃん。キノコが動揺したってことでしょ。いないだとってことでしょ。そう。あ、なるほどね。こんな感じでやってってライフを20減らせた。で、今度俺が攻めになるんだね。兄の攻め。攻め、ほうほうほう。え、これなかなかいきなりこれ使うの怖いね。いや、これだ、これだ。いや、せーの、振ります。ビリビリ振り回しますよ、自分は。振り回します。
杖を振り回す。え、はい。何の何ですか。キノコが杖を振り回して私がビリビリ。E の3。E の3。E の3。これだ。はい、E の3。ふい。なに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 。地獄行き。地獄行き。これどっちがダメージだったの。お前か。白い方でしょ、自分は。地獄行き。でしょ。お前が地獄行き。ダメージ7。キノコさんいきなりダメージ7。えげつなくないですか。なぜとか。20分の7減りましたね。えげつないっすよ、マジ。今ゼロになったら負けた。減りすぎっすよ。やばくね。ちゃんと。お、決まったじゃん、ビリビリ。ちゃんとスピーカーなんてやばいっすよ。こんな一気に切れただから、そうか、最短5分ってそういうことか。確かに、僕も動いされてる、うん、やばいじゃん。いや、これはこれしかないっすよ。違う、これしかないっすよ。カニバが全部シスターから。はい、じゃあ、せーので、ヌギヌギマジックバリア4の D ですね。ヌギヌギと D の4でマジックバリア、これ最強の技、ヌギヌギで。何、鉄壁の魔法、魔法防御。これはだから何も起きないってことでしょ。防御成功ってことでしょ。魔法だからですね。今こそ叩くときだったんじゃないですか。そうだね、ペシッって言ったらバリア関係なかったんだ。貫通って。おー、なるほど。くそ、なるほど、なんてことだ。難しいね。さあ、兄が何を出すか、妹に合わせるかね。いや、もうこれですね。せーの、魔法返し。これは同じじゃない。魔法返しっすね。 T6 と魔法返し。これバリアじゃなくて返しか。怖っ。これは食らうんじゃないですか。これはあれじゃないですか。ヌギヌギが返された。なるほど。これはだからスタイルがヌギヌギという状態ですね。ヒットやってますもん。うん、ヒットって書いてある。ヒットでしょ。ヌギヌギ決まったってことでしょ。そうですよ。スタイルが全裸ってことでしょ。ここですね、ヌギヌギカード始まるんじゃないですか。そういうことか。あれ、これを切ってって、切って魔法が解けるまでそれを全部食らい続けるってことか。そう、そういうことですよ。なるほど。ヌギヌギ食らっていきます。全部ここに出してって。はい、切って、え、取るのはあれじゃないですか。ヌギが取るんじゃないですか。え、俺が取るの。なんで書いてある。どこでしたっけ。ヌギヌギ相手の服を弾き飛ばし魔法、魔法をかけた側が1枚ずつ。あ、かけた側はして今回も自爆だけど、かけ玉はそっちでしょ。いやー、これね、しっかりとシャッフルしたこいつを。キノコが一番やりたかったのぎぬぎ。現地に行けなかったんですよ、自分は、うんうん、まあ、無理なんで、うん、悲しかったんですよね、自分は。どんなに探しもないと。あ、もう探し続けて、うん、やっと見つけた、うん、このゲーム、ぬぎぬぎで買いました。ぬぎぬぎ原因じゃねえかよ。解除カードが来るまで。いきますね。はい、せーの、ほらほら、せーの、ほら。なにこれ、魔法が解けたんじゃない、いきなり。これいきなり、いきなり魔法解けたんじゃない。ヌギヌギ終わりじゃない。サービスタイム終了じゃん。こんな、何枚あったの。こんなに、こんなにカードあって、いきなり魔法解除って聞いたの。何があったか知らないけど、他のカードが何か見ないでおくけど。唯一のチャンスがない。え、これだって他は多分脱ぎじゃないでしょ。そうですよ。全部攻撃のはず。うまくいけば、なんか7回、5回、6回ダメージがついたってことでしょ。運やばすぎません、自分。さすが。せっかく魔法使いに使われた。さすが、いつも俺に運がない女って言われてるんですよ。ってことは、今度私が防御するですね。そうですね。なかなか。難しい。あ、まあまあまあ、でもそうですね。そうですね。はい、せーの、スケルトン。プルテンパですよ。プルテンパは、プルテンパカード引くんでしたっけ。 G の5。 G の5ですね、まず判定。 G の5、ドン。魔王よ、我に力を、魔法を使う。これをよく切って、切って結末を見ろと。魔法をかけた側が1枚の恐怖にして指示に従います。プルテンパって魔王なんですか。プルテンパって魔王なのかね。魔王の力言ってて、プルテンパっていう、なんかいわゆる、ドラクエで言うパラプンテだろうな。ドラクエしてる人が知らないけど、みんなが
でもこれです ね、やっぱ切りすぎは良くない。はい、いけー、ドン、もう降臨、もう降臨、自分に金子さんよ魔王降臨、自分にマイナス8ダメージになってますよこれ。ちょっと待って、一人で自爆してる残り体力今13ですよね。余裕さん8ダメージ食らったら5ですね。 5でしょ。 5? あ、俺まだ体力20あんのに妹はもう5しかねえの。なんでやば、なんで自爆するんですか。本当に燃えるんねえな、おかしいですよ。昔から思ってたけど、本当にお前運命だ。なんで？ダメな妹だ。ギヌギも使えないし。本当だ。そうだ。おかしい。うちのセレだな次。そうですよ。よう、ダメだ。これはこの辺で、いやでも手堅くいった方がいいかな。何も面白い展開なんか望まなくていいんじゃないですかね。ね。はい。いや、これですね。はい。せーの、スケルトン、杖叩く。あ、これは透かしそうなやつでしょ。あれ見なかったっけ、自殺に来てませんそれ手堅くでしょ、A の子でしょ。 A の子さっき見なかったっけ。そうですよ、同様にだね、だから同様しただけ。同様、同様してたからじゃないですか自分。あ、そっか、お前が同様にのダメージ打ってたんだね。そうです、そうです。なるほどね、同様してたから最初に同様してたんだね。ってことで攻撃、攻撃、うん、これしかない。いや、なんかすごい弾かれそう。これ、これいきます。いや、でも行くね、行く、せーの、ゲロゲロこれはなかなか、ゲロゲロとプルテンパ、だいぶ戦いが始まってますこれはなかなか知らない。シード7、シード7、7、シード7です。プルテンパ、今ゲロゲロのは常に決まってますよ。ドン、魔法使う。お、プルテンパ決まったんじゃない。何が起こるか分からない、プルテンパカード、ね、もう降臨せよもちろんね、降臨するんだ。いや、俺はね、運を持ってるんでね、いきますか、じゃあ、せーの、ドン。相手が、相手の服が弾け飛んだ、脱ぎ脱ぎの効果が発動なんで食らうのあ、これは、キノコが裸になったってことでしょ。脱ぎ脱ぎされるってことね。そうですね、じゃあ俺が脱ぎ脱ぎしていいんだね。なんで魔法解けない。これが脱ぎ脱ぎカード、おかしいですよ。魔法解けない、なんで一方的なボコボコにしてる、ボコボコにしてるこの相手一番上ではなく下をね、下から出るんです、下から出るんですよ。せーの、ドン。写真を撮る、ダメージ1 なんて野郎だ卑猥な写真だね、裸の写真を撮ってる、これひどい絵だね。これなか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 シュールなんですね、これ。かわいそすぎます、かわいそすぎない。ああ、セクシーなお尻が。ダメージ1だぞ。だいぶやばい。4ですね。これもう一回切んの？いや、抜いていかないといけない。抜くの？ね、これをね、写真撮り終わったから。エンドレスイブイメージかかる可能性がありますよ。そうですね。いつもね、そんなもんじゃん。いやいやいや、何言ってんすか。誰だっけよ。このね、裸みたいな性格してるから。いきます。そんな写真撮られるような性格じゃないんだ。そうですね。下から、せーの、ドン。あ、魔法が解けた。あ、いい感じ。ふう、魔法が解けたそうです。危ない危ない、残り4のキノコと、残り20のスタイル。おかしいですね。これ、勝ったな。4や。いえいえ、間に合っていいですか。キックして、自分の手札切る必要ない。はい、切ったら4。え、今これ切ったんですか、自分。そうじゃないですか。そうですよね、ゲロゲロしました。守らないと。ね、これでしょ。このタイミングはもう堅実にこれでしょ。堅実に、え、でもこれでいきたいな。どう考えてもこれをやった方がいいね。これでいきますね、これは。せーの、脱ぎ脱ぎ、脱ぎ脱ぎ、どう覚え、また脱ぎ脱ぎされる。D の1、 DDABCD、 せーの、ドン。呪文が消された。あ、消された。大覚え最強ですね。何も起きないってことですね。大声が一番。そうですね。やっぱ大声で叫んどかないと。いつもの前ですね。うわ。いつもシスターね、寝てるときうるさいんで。いや、もう静かですよ。もう白雪姫レベル。永眠しとけ。ね、で防御ね。身ごつまって死んじゃう。大声か。いや、これですね。決まりますよ。大声出すね。どうしよう。
こいつだ。あいつは多分ね、これでしょ。じゃあいきますよ。はい。せーの。サンダーボルト。魔法返し。魔法返しでしょ。E の6だそうですよ。E の6。姉ちゃん。姉ちゃん死んでもらおうか。魔法返されたんで、お前がビリビリに決まってんじゃん、E の6。今生きるはずです。せーの、ドン。ダメージ5って書いてあるよ。ほら。インゴさんダメージ5だそうですけど。1、2、3、4、5。ライフ、みんなライフ0ですよ。マイナス1です。これ、兄、スタイルの方はライフ1でも減ってないんですけど。おかしいですよね。圧勝じゃないですか。おかしいです、これは。完全。どういうことですか？メリークリスマス。プレゼント買ってもらう約束やったのに。勝ったらな、プレゼント。本当ですよ。ボロ負けじゃん。泣いてます。顔。約1年分か。約1年分買うのでいったっけ？ひどい顔赤いけど大丈夫か。めっちゃ良いの回ってるキノコとスタイルでございました。あ、スタイルは酔ってないですよ。以上です。大丈夫、はい、まだ停止は見えない。以上、グッバイバイバイ。逆襲のキノコ入りますよ。このちっちゃいユキコのところの逆襲のキノコ。いくね、はい、ひどい。魔法関係ないやん。物理じゃん。杖置いちゃってるし、ここひどこれ。大丈夫、何が流してっけ。最高ですね。そんな満面の意味で。わからない。キノコ浄水だけどわからない。お兄ちゃん。